ここ数日は暖かく雪も溶け始めましたね。今年の春は往年より早く訪れそうです。しかし季節の変わり目は風邪をひきやすいので油断は禁物です。厚手の服やストーブはまだしまわないでおきましょう。そういえば先日信州の伝統的な祝日を祝うためにみんなで店頭を作りました。市販品にも面白いものがありますが、やはり自分で作った方が親しみを感じられます。先日使い切れなかったものがまだ倉庫にありますし、いい天気ですから一緒に飛ばしに行きませんか。よろしければ夕食の後に合流しましょう。ふか。僕年人のやつ、一緒に遊びに行きたいなら理由を探さなくてもそう言えばいいのに。私に言わせてもらえば、私が満足するまで毎日がお祭りです。でも今日は珍しく私に言われる前に自分で誘ったんですね。店頭飛ばしだけじゃ物足りませんし、今日は思いっきり遊びましょう。私を待たせすぎないよう早く来てくださいね。